39歳もトモウムス、フリフリ衣装を披露。元モーニング娘。で、現在は虹の母である石川リカさんが、17日に自身の SNS を更新。デビュー記念日を迎えたことを報告しました。モーニング娘。ハッピーサマーウェディングの発売日。2000年の5月17日から24年経ちました。とミニスカートでリボンをつけたアイドル風の衣装姿を投稿。 24年経っても、アイドル衣装着て、大好きな仲間たちとステージに立てて、応援してくれるファンの皆さんがいて、支えてくれる家族やスタッフさんがいて、こんなに素晴らしい未来になるなんて、24年前は想像してませんでした。と芸能生活を振り返り、すごいな、ジーンと来ちゃうな、嬉しいな、幸せだな、やだ、涙出る、ありがとう、本当にありがとう、と感謝を綴りました。また、投稿には、モーニング娘4期の文字と、同期メンバーの名前の頭文字をつなげたハッシュタグも。この投稿にファンからは、かわいすぎる チャーミーおめでとうこれからもリカちゃんは僕の永遠の推しです全然変わらなくて、すごいファンが応援したいと思えるアイドルで居続けてくれるリカちゃんには感謝しかありません !24 年経ってもアイドル衣装が似合う、永遠のアイドル、などの声が集まっています